ートの日のコンサートに行った人もいれば、歌唱力のコンサートに、コンサート勝負いやコンサートですね行った人もいれば、残念ながらお仕事で都合がつかず頑張ってお仕事をしていた方や、このあれあのあれなんでなかなか状況はできずにお家でシュンとしていた方もいらっしゃると思いますが、皆さんはどれに当てはまりますか？煽ってないよ聞いただけだよ。楽しかったです。私は今、まあそうですね、まあ来たい人はあの分かると思うんですけど、今日のライブの中でファッションショーみたいなことをしまして、みたいなっていうかファッションショーやりまして、多分大半の方が何をしたか知らないと思うのででも大丈夫です。明日のネタバレは絶対にしません。今日やったことだけを報告します。じゃあ何をつけてるかっていうと、今日やったファッションショーで私がつけていたやつです。ヘアバンド、これは小島さんのブランドのところのイヤリングです。ちょっと鼻声、カレーを食べたらちょっとそうなっちゃいました。もともと鼻声っぽい声なのに余計に。なんか急に温かいものを食べると鼻水出るじゃない、多分そういうやつでそう、急に帰ってすぐにカレーを食べたから、そうこの辺が温まっちゃって、そうそうそう、これは中間ぐらいの味が好きです。甘口も嫌だし、めちゃめちゃ辛いのも嫌なので。あいだ、今日はそうですね、明日のことはもちろんいませんけれど、今日私はいろいろやりました。まあいろいろやなんだその感想一番最初はですね、まあ、前座があって、私は出てないんですけど、最初はデモハモルーマ、 M1 デモハモルーマだったんだけど、私なんかいろんな設定があって、難しい、もうデモハモの歌詞に合わせた感じのストーリー、昔はそんなに冴えないっていうか、好きな男の子じゃないけど見向きもされなかった、まだ垢抜けてない女の子が時を経てこう素敵な魅力的な女性になって、こうねみたいなで、私はその周りの取り巻きといいますか、この美しく成長した、美しくこう変化していった、女性に求愛をするっていう設定でやってました。だからいろいろ今日はそのね、というわけで今日はびっくりたんが、その女の子、その成長した女の子役を
びっくりたんがやってて、その前みたいながハマちゃんで、あとはみんな、あ、でそのモテオじゃないか、そのかつての成長する前のなんか振ったやつみたいな男役みたいなのが今日はモモちゃんです。それをですね、梅坊のイマジンさんがいろいろ構成つけてくれたり、ダンス振り入れをしてくださったりして、知っていますか？一番最初は何だろうか、イマジンさん、梅坊さん、あの横がさ、あの舞台で梅坊さんのダンスの舞台でやってた、なんかそれもあるんですけれども、あとなんだ、一番最初の、私が一番最初にお世話になったのは、一番最初の舞台のマジブリの時のやってくださって、エイトのコンサート河口湖でやった時のミュージカルのところもイマジンさんやってくれて、まあ、去年1年は本当にそのマジブリ関係とかではずっとお世話になっていた方がです。ダンスすごい好きなんですよね、イマジンさんが作ってくれるストーリーとかダンスがかっこよくってすごい好き。ステラシアター、そうね、寒かったね、寒かったですね。ちゃん好きそうだよね、かっこいい感じ。そう、私かっこいいのがすごい好きだから、だから今回もやってくださるって聞いてすごい嬉しかったです。こんなに嬉しくて、すごいダンスとかすごい好きなんだけど、いつも直接会った時こう忙しい感じでいらっしゃるから直接伝えられなくて、シルエットですぐ分かって、おお、それはすごい。岡部林検定結構いいとこまで行くんじゃないですか。あとはあのオープニングでは永遠プレッシャーと、あのいつもやってるいつもやってるね、マホルマをやりました。今年の漢字、今日の MC のお題は今年の漢字1文字を書くっていう目標みたいなやつなんかな。だから私は騙すっていう、人を騙すっていう感じの漢字をポンと書きましたいい意味でこう裏切っていこうっていう、でそういう、あ、闇感じちゃった、ちょっと違うんですよねみんなはどうだったの、私次の準備してたからみんなが他に何を書いたか知らないんだけど、あ、そう、悪い意味でも騙すでもいいかもしれない、まあ、よくも良い意味でも悪い意味でもこう人を騙していく、そう、悪い女でもいいし、こう技術的なってつつつっていうか、なんかこうこんなこともできるんだって
意外な一面を見れてこうギャップを感じるとか、なんかそういう感じので騙すっていう感じを書いた。でも騙すって漢字書いたことないから、携帯で検索してそれ見ながら書いたあんまり書いたことないんですね。明日は何でしょうね。ユニットは今日は関東エリアメンバーで遠距離ポスターをしました。ああそれは、いやでもある意味褒め言葉かもしれないな。で遠距離ポスター初めてやった。チューズミーはね一回リーカーはかなでやったんだけど、遠距離ポスターはやったことなくて、そうみんながね教えてくれてね本当助かった。みんな優しくてありがとだあの衣装着たのも初めてだった。可愛すぎてちょっといましてるヘアバンドも、え私も好きなんだよねこれ。ちょっと今日はテンパって、準備の時テンパっちゃってちょっと変な感じになっちゃったんだけど、本番の時もうちょっと細くつけるのが好きなんだけど、今こんな感じです。確かに最近ずっと頭なんかつけてるかもしれない。じゃあ見つけてくれてありがとうで、いやこちらこそありがとう。いろんなうちわがあって面白かったですよ今日は。でも普通のこの王道の可愛い感じで名前リンとかベリンとかリンリンとか持ってきてくれた人もいたし、こう役名だったりとか、あとはスマールのやなんか何かの写真を使って持ってきてくれたりとか、挑発系はなかったもしかしたらペロってやったらなんかあるのかもしれないけど、明日私はそんなに明日はね早くないから助かってます。早かったらやってないかもしれない。ショールームも余裕があるからちょっと今日なんか覚えてるうちに話したいなと思って、そんな眠くないかも、まあ、帰ってきたばっかだからね。違う違う、出番が少ないとかじゃなくて、あの明日は私たち夜、今日は一日リハーサル込みとかでいろいろやってたんだけど、明日のフレッシュチーム、フレッシュチームっていう言い方フレッシュチームもであるから、その間のこととかはちょっと時間が今日よりかは余裕があるからゆっくりできそう。
ミッサーと並んでいるのが見えて激アツ。何、私たちが好きってこと？何ですかね、私たちは。ミサリン、リンミサ、なんだろう。撮影時間長かったね。あ、そうだね、いつも1、2曲だもんね。明日は分からないけど、今日は4曲ぐらいずっと続けて撮影タイムでしたね。それプラスそのファッションショーのところとか。明日はどうかな。まあね、このこういう状況だから、そのみんなの近くに行って撮影タイムができないっていう分ね、長くしてみんな喜んでくれるといいなっていうのもあるかもしれないよ。最後は下尾くんが、いや、あれは違いますよ。違います、下尾くんのミスではございません。何かあるんでしょうね。時計がない。ありがとう、教えてくれた、ありがとう。30分ぐらいね。ファッションショーは全員参加ではないんですね。いや、もしかしたら明日、そのまだ今日やってないメンバーがやるかもしれない。まあコンサートの最後で言ってるけど、明日もフォクシーの方であるかもですよ。そうね、平日っていうのがね、だからもうさ、本当に今日来てくださった方もういる、まあ、お休みだった方もいらっしゃるかと思うけど、こうくぐり抜けてきてね、くださった方もいたのかなと思って、ね、めちゃめちゃ忙しい時期だし、本当来にくいとこだったね。本当にさ、ね、来てくれて本当に嬉しかった。そうだよ、だって3連休あった後だもん。もう明日はくぐり抜けていける。頑張って、応援してる、頑張ってね。マッシーと話した、話したよ、話してるところ、なんかね、メイキングカメラに撮られてた。何かで出るんかな。席で見てよ、ありがとう。見えてたよ。私もね、自分が好きなアーティストさん、アーティストさん、タレントさんたちがライブをやってるところ、やってるところとか同じ場所だと私も見に行ったことがあるの、お客さんとして。私もね、2階席だった。だからそう、どんぐらいの大きさとかすごい覚えてるから。やっぱりね、上だとね、やっぱね、ちっちゃいよね。でも全体が見えるっていう利点もある。絶対見失わない。2階からだとこう
全部端から端まで上から見れるから絶対見失うことはないから、で面白いなと思ったけど、まだやっぱね1階席に比べたらなんかもうちょっとね1階だったらもっと大きく見えるのかなとかね、わかるよ、すごく慰めはいらないよな2階だったのモニターって、いや本当モニターね、いや私たちにとってモニターがあるって当たり前じゃないからね、全国ツアーとかさもうない時の方が多いじゃない、エイトは。やってよかった、嬉しかった。それって緊張しないの？え、どれ？どれのモニターないのがやばいじゃん。で、モニターあることが本当幸せなことだと思ってるから、あ、モニターがあることが緊張するかしないかってこと？うん、そこに関してはもうな、うん、モニターあるなしでの緊張感とかも何もないかな、変わらない、それは。だからずっとないまま来てたから、ある時は本当にわあ今日すごいモニターあるっていう感じ。今日は前列だったからメンバーみんなよく見れたって、よかった。あ、本当だ、ごめんなさい気づかなかった、ごめんなさい。くまちゃんくれ、なんだこの子なんか頭から毛が生えてる、このクマちゃんなんでしょうか。地道な走り屋さんかなっていいのかな、地道なさんっていう、ありがとうございます、ありがとう。みんなは今日何か気になったものありましたか？今日はね、すごい楽屋とかでもなんか裏でもすごい面白かったですよ。ひなこちゃんがずっと変な声出してて面白かったツボなんかすごいドスの効いた声を出すのが分かんない、好きなのか得意なのか分かんないんだけど面白かったな。メンバー写真撮れた撮れた、ちょっと何言ってたかは本当にネタバレになっちゃうからやらないんだけど明日あるセリフをなんか変なドス声でちょっと言ってて、曲中とか自分が歌ってないところとかで私が振ったっていうのもあるんだけどうわーって吸ってて面白くてすごい楽しかった。ヒダイヤと一緒に練習してたな、面白いから振っちゃった。でもそれをひなこっちが本番で披露するかって言ったらそのタイミングはないんですけれど、
なんかね、舞台の時もね、ずっとね、ひなちゃんさ、そう、本番前の楽屋でずっとその声出してさ、セリフ言って、そう、笑かしてくるからさ、そう、本番前さ、集中したいのにさ、爆笑しちゃって、もう声が笑いすぎて、そう、ガラガラになりそうになって、もうその日の舞台の出だし、本当にね、困っちゃった。笑いすぎるとダメなんですよ、私これ。ほんと。もう、平山面白いし、もうやめ、本番前は本当にやめてほしい。今鼻声だとそれがいい、そうかもしれない、それとさっきカレー食べたせいかもしれない。うん、明日お代理いるね、楽しみ。お代理髪明るくなってたでしょ、知ってる？レッスンの時にも明るく、びっくりした、入ってきた時誰かなと思ったらお代理だった。似合ってる、すごく。あれでしょ、ショールームしてた時にさ、私があげたタイガーマスクかぶってやってたんでしょいくらなんでも隠したいからってね、あのタイガーマスクをかぶると。そうなの、そう、そうなんだよ。いや、マスクかぶってまでやってたお代理にしてみたら、私今ここで言わない方が良かったかもしれない、ね、明日出てきてあってなってた方が良かったか。うん、ごめん、もうみんな知ってるのかと思ってて、めっちゃ可愛い。あ、確かに今日 T シャツアレンジの人いなかったね。私も今日はもう何にもしない、普通の感じで。MC とかでもうその急遽で、その前回はショールームの配信でお届けしたけどって言っても、私その日稽古行ってたから、あれはそう、実際に私たちは代理とね、紫藤くんはそのショールームの配信は出られなかったんだけど、あの時も T シャツもらったんだけど、ちょっとどっか行っちゃって、だからみんな新しくそうまたいただいたから、多分もうね、アレンジする暇もなく。またさ、今ヒロアカすごい見ててさ、その中にさ、青山くんっていうねキャラクターがいるんだけど、その青山くんっていう子がさ、ウィッっていうのね、お返事とかするときにだから私もすごいウィっていろんなところで、じゃあメンバーは早くハゲてくださいって言った時にウィって言っちゃう入っていいやって失礼だウィもただのウィじゃないよ、ウィはカタカナで、ウィの後に星がついてる、そう、影響されちゃう。あと多分みんなね、千鳥さんを見すぎてね、結構ね、話し方がね、千鳥さんになってる気がする最近。私も相席食堂とか、いろはに千鳥だっけ、やってるよね。ネットフリックスでそればっかり見てたらさ、メンバーと話してる時にちょっとなんかそういう話口調になっちゃって、やばい、影響すごいされてるなって面白い。癖が強いさ、ものにすごい引っ張られがちだから、こんなんだからさ、そう、だからみんなもさ、方言とか訛りとかすごいからさ、それにも影響されても、自分の本当の言葉とかさ、なんか言ったでしょうか、本当に分かんなくなってきちゃったね、てかも
もうそろそろ終わりにしよう。ちょっとお風呂入ったりなんだりしたいと思います。今日ね来てくださった方本当にありがとうございます。ありがとう。本当に今日来るのハードル高かったと思うんですよ。本当にのりさんめっちゃ来て